アントニーガウディの作品群は、スペイン、バルセロナにあるアントニーガウディの建築作品のうち、ユネスコの世界遺産に登録されたものを言う。アントニーガウディは、古今東西の折衷様式を唱えたモデルニスモの代表的建築家として知られる。アントニーガウディは26歳の時、パリの博覧会に出品したのをきっかけに大富豪、エウゼビグエイと出会う。これが元で、 世界遺産の題名の一部となったグエル公園、グエル邸の設計、建築を依頼されこれらを建設した。この後、ガウディはバルセロナ中の富豪から設計の依頼が来るようになった。これらの一部も世界遺産に登録されている。1984年に行われた世界遺産会議においてバルセロナのパルケグエル、パラシオグエル、カサ、 ミラの名称で登録を受けたが2005年に追加登録をした際に現在の名前に改称した。スペインはスペイン国内のすべてのガウディの建築群を登録申請したが登録を許可されたのは以下の7カ所である。ユネスコのアドバイザリーボディエバリュエーションによるこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。